ファッションショー、ファッションショーとは、服飾の作品発表、あるいは流行喪失や販売促進などを起とし、モデルに服を着せて監修に提示すること。イベントとして大きくなると、日本ではコレクションと呼ばれることが多いが、英語では数日にわたるところに着目して、ファッションウィークと呼ぶ。服飾は立体的であり、光の加減や着るもののプロポーション。 あるいは着て動いた場合に見え方が異なるため、陳列棚に並べるよりは、マネキン人形に着せた方が、さらに、マネキン人形に着せるよりは、人のモデルに着せた方が、顧客にとって自分が着た場合をよりイメージしやすい。そのため、ターゲット顧客層を集めて、売り手側が売りたい服を着せたモデルを、次々提示する、ファッションショーが開かれる。国際的ファッションショーたる、 ファッションウィークに出演するスーパーモデルと呼ばれるファッションモデルは高身長であることが求められ人種構成は白人が圧倒的多数を占めている。ファッションショーではあらかじめ選ばれたモデルが売り手側が用意した服を着て観客席に挟まれた細長い舞台ランウェイまたはキャットウォークと呼ばれる音楽に合わせて歩いたりポージングしたりして服を表現する。 観客の注意を服に向けるためモデルは無表情を貫くのが普通だが、その不分立は山本洋次や川久保玲などの日本人デザイナーが台頭した1980年代初頭からのことと異れている。ファッションショーはエンゲル係数が小さく、か処分所得が多い上流階級に向けて行われていたためオートクチュールから始まるが、戦後は 先進国において新たに生まれた富裕層に向けて、プレポルテのファッションショーも開かれるようになった。その後、先進国において増大した中産階級に向けて、復職市場が拡大するが、その需要には大量生産により供給されるため、ファッションショーは卸売や小売業者に対する新作発表会などの形を行われ、末端の消費者にはファッション雑誌において、 ファッションモデルに、あるいは、テレビ、映画などにおいて、俳優やタレントに、売り手側が売りたい服を着せて提示する手法が、主流になった。一方、オートクチュールや、プレタポルテのファッションショーは、中産階級にとっては、実際に購買する対象ではなく、すなわちそれらの売り手側にとっては、顧客ではないこともあって、ファッションデザイナー及びファッションブランドの芸術作品発表の場、あるいは、 中三階級の服の流行の発信源などと見られるようになる。2000年代に入ると日本では中三階級の若者向けの服、リアルクローズを対象としたファッションショーが有料の興業として成立し始めた。オートクチュールはパリとローマで開催される。プレタポルテはニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリの順で続けて開催され、これらは 世界四大コレクションとも呼ばれている。オートクチュールとピレタポルテを購買できる層にとっては、そのファッションショーは展示即売会と同じである。そのため、実際に購買できるであろう、世界的なセレブリティや、各界の著名人などが多く招待される。他方、中産階級から見ると、ファッションデザイナー及びファッションブランドが、自らの服飾作品を発表するイベントである。 その情報を伝え、流行喪失に関係する各国のファッションジャーナリストやフォトグラファーなどがマスメディアとして招待される。近年では日本でもジャパンファッションウィーク JFW in 東京が開催されており、特に日本人、デザイナー、ブランドを意識したコレクションが開催されている。2011年 SS で13回目となるが、この回からは 冠スポンサーにメルセデス・ベンツを迎え、メルセデス・ベンツファッションウィークと京都市、新たなスタートを切る。これらのショーが一段落すると、今度は春夏ものの場合は、夏まで秋冬ものの場合は、冬までの数ヶ月間に、世界各国において、ファッションブランド、デパート、ブティックなどが主催して、常顧客やバイヤー向けのファッションショーが幾度となく、開催される。 開催場所はホテルや専用ミュージアムが見られる。開催形式はモデルのウォーキングがある場合にもステージ上ではなくフロア上の場合もあり、モデルのウォーキングはなしで着て見せるだけの展示会形式で取り行われる場合もある。近年の日本ではリアルクローズと呼ばれる中産階級の若者向けの服を対象としたファッションショーが成立している。買い手側にとっては 憧れのファッションモデルが見られるイベントで売り手側にとっては、消費の低迷や消費化によるパイの減少の打開策としての囲い込みの面がある。ファッションブランドが単独で主催して開催する例、あるいはファッション雑誌が主催し、同紙に掲載されている複数のファッションブランドが、参加して専属モデルや読者モデルが出演し、読者を観客として招待する例は、かねてから、 販売促進の方法として存在した。近年の傾向として、テレビ局や流通企業、ファッションビル等が主催あるいは実行委員会の一角を担い、多数のファッションブランドが参加して、多くの観客を集める大規模イベントが見られるようになった。この新しい方の中でも大規模なものは、公演時間が昼から夜まで6時間以上に及び、 プロのファッションモデルや読者モデルの他に、地元芸能事務所所属者や一般参加者もモデルとし、ステージに上がれるオーディションが存在し、参加型のファッションショーとなっている。この方では流行のポピュラー音楽のアーティストや、お笑いタレントのライブが加わることが通例で、工業の面も強い。また、規模は小さくなるが、クラブで開催し、音楽の比重を高めた。 ファッションイベントも見られるようになった。プロのファッションモデルはほとんど参加しないが、地域の祭りや商店街イベントの中の一つの出し物としての開催例やファッション専門学校などによる開催例もあり、ファッションショーは多様化が進んでいる。屋内施設において、観覧有料で開催する方式では、2002年、平成14年から開催されている神戸コレクションが、 初めて工業として、十分な集客、収入を達成して S、S と A、W の年2回継続開催するのになした。神戸コレクションを講師として、東京ランウェイ、旧、神戸コレクション、東京公園、東京ガールズコレクション、ガールズアワード、関西コレクションが、年2回、S、S と A、W の継続開催実現している。また、札幌コレクション、 福岡アジアコレクション、東北ドリームコレクションは、年1回、S、S、または A、W の継続開催を実現し、日本会議広、イン・ニー型は不定期ながら、年1回の会を維持している。東京で開催されているイベントの中には、日本のリアルクローズを海外に、情報発信する目的で、外務省がイベント観覧のため来日する。 外国人の増加を目的に観光庁、国土交通の外局が講演している例が見られる。また、福岡アジアコレクションでは、地場産業振興とアジアへの情報発信を目的に、産学館連携の福岡アジアファッション拠点推進会議が組織され、同イベントを主催している。いずれのイベントでも、東京のプロのファッションモデルが多数参加している。屋外あるいは、 半屋外で観覧無料で開催する方式もあり、2008年、平成20年から開催されている仙台コレクション、アーケード街のブランドーム一番長で開催が初めて十分な集客を達成して次開催に成功した。観覧無料の仙台コレクションは商店街で開催される都市イベントとみなされ、中小企業庁、経済産業省の外局の商店街活性化の 補助金も得ている。同様な方式をとっている者には、三宮コレクション、アーケード街の三宮センター街等で開催、栄ランウェイ、大津通りを歩行者天国にして開催、TBS 系列、CBC と総務省東海総合通信局が主、ソー総クルワコレクション、グランドプラザのアトリウムで開催、富士系列、BBET が関与、静岡コレクション、 静岡祭りの一部としてみゆき通りを歩行者天国にして開催 TBS 系列 SBS が関与などがあるが東京のプロのファッションモデルが複数参加している仙台と静岡以外はいずれも地元モデルによるファッションショーである TGC は同イベントのブランド力を活かして東京ガールズコレクションイン等と題しこれまで沖縄県、愛知県、福島県などで 地方開催を実施している。一方、神戸コレクションは、同イベントの名称を使用せずに、地方開催あるいは、各地のファッションイベントへの協力をするようになり、東京での開催は、神戸コレクション、東京公演から2012年、東京ランウェイに解消し、地方では2010年から福岡アジアコレクション、2011年から、名古屋コレクション、エイランウェイ、2013年から、 東北ドリームコレクション2014年から静岡コレクションに協力している。この手のショーの場合、観客席の後ろ側や出品者の実店舗などで、モデルが着た服の展示即売が行われ、携帯電話やインターネットのウェブサイトでも販売する例も見られる。また、コレクションが終わった後のシニアに場所を変えるなどして、 オフィシャルアフターパーティーなどと称した公式クラブイベントが付随して開催される例も見られる。ファッションショーが一部行われるライブや DJ プレイを中心としたクラブイベントも行われている。この場合、ライブハウスやホテルのコンベンションルームなどを使用して飲酒も可能なパーティー形式で行われる。場合によっては深夜に始まり夜通し行われる例もある。 以下に主な例を列挙する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。